中国とロシアの脅威が増中。に、本海でキロ級潜水艦からカリブル発射訓練が行われたとの情報をキャッチしました。今回はこのカリブル発射訓練とその脅威を詳しく見ていきますね。それに南西諸島での自衛隊ヘリ墜落は本当に事故なのか気になります。2023年も4月を迎え、ロシア・ウクライナ戦争においては、ウクライナ側の必死の防戦が続く中、西側各国からの支援兵器である、レオパルト2等の戦車の到着が報じられ、春先からの反転攻勢の開始も囁かれ始めている。それでも、なお、バフムトやアウディーユカでは、それらの地域の包囲を基としたロシア軍の浸透が継続されており、ウクライナ軍が反転攻勢に打って出る前に、それらの地域を堅持できるのかも、予断を許さない状況だ。このところのロシア軍は、総じて攻勢限界点を迎えているとの観測が、西側諸国からは数多く挙げられているが、ロシア、ウクライナが、相互に自軍が有利だとする、様々な情報を流布しており、正確な戦況は見えづらい。それでも、冬の時期が終わったからなのか、西側諸国が主張するように、ロシア側の兵器の枯渇が要因なのかの判断は、甚だ困難だが、ロシア側からのウクライナの電力インフラ等を狙った攻撃の頻度は、確実に減少したようにも感じられる。ロシア側は、これまでに、各種の弾道弾や巡航ミサイル、そして自爆型のドローン等を投入して、ウクライナの電力インフラの破壊に注力していた感があるが、現時点では、その試みは、幸いなことに成功してはいない。こうした攻撃に投入された、ロシアの兵器の中に、3M54 カリブルと呼称される巡航ミサイルが含まれていたが、これは、航空機や艦艇、そして潜水艦から発射可能で、運用母体が、多岐にわたる。汎用性の高さが特徴である。そして、この 3M54 カリブル巡航ミサイルは、今、まさに、ウクライナへの攻撃に使用されると同時に、2022年11月や2023年3月には、日本海において、ロシア海軍の潜水艦から試射が行われ、日本にとっても、喫緊の脅威となっている。ロシア・ウクライナ戦争の世紀は、日本にとっても、2023年度以後の防衛予算の大幅な増額に直結するなど、多大な影響を及ぼしているが、それでも、まだ、日本が、直接の攻撃にさらされる可能性について危惧する向きは、多くはない。ロシア側のスプートニク等の報道を見れば、ウクライナへの、経済的な支援を継続する日本に対して、こうした 3M54 カリブル巡航ミサイルによる軍事演習を見せつけることで、その意思をくじこうとする狙いがあるのだろう。甚だ逆説的ではあるが、こうしたロシアの潜水艦からの 3M54 カリブル巡航ミサイルを用いた日本海での軍事演習は、未だ自国が直接の軍事的な攻撃を受けることはないと、こうをくくる大手マスコミ等の姿勢もあって、そこまで響いていないように思える。これは、北朝鮮による各種の弾道弾や、巡航ミサイルの乱射についても同様であり、実際に、そうした国々から、日本に対する、軍事的な脅威が顕在化しても、ある種独特な鈍感さによって、深刻な事態とは思われていない、感が強い。ことに北朝鮮に限ってみれば、かつてないほどの頻度で、ミサイル発射を繰り返しているが、むしろ、その数が多すぎて、一回あたりのインパクトが薄れている、様相すら呈しており、牽制する効果など、ほとんど感じられない。ことここに至っても、自衛隊の防衛予算の増額や、今は、反撃能力と呼称されることになった、長距離ミサイルの配備に、批判的な日本の、
いわゆるリベラル派の主張は的外れではあるものの、必要以上に身構えないようにする上では、うまく機能しているとも言えそうだ。さて 3M54 カリブル巡航ミサイルだが、旧ソ連時代の1980年代中盤から開発が始められたとめされており、実戦配備は1994年以降で前述のように航空機、艦艇、潜水艦から発射可能で、用途も対艦、対潜、対地攻撃と幅広い。このように、複数の発射母体や攻撃用途に対し、使用可能な 3M54 カリブル巡航ミサイルは、アメリカで言えば、トマホーク巡航ミサイルに相当する、兵装だと言えそうだが、西側諸国の分析では、当初は、そこまで脅威とは考えられていなかった。これは、3M54 カリブル巡航ミサイルの中でも、最大の射程距離を誇る、艦艇の VLS、垂直発射艦から対地攻撃を行う仕様であっても、その距離はおよそ 300km ほどだと判断されたためで、性能がはるかに過小評価されていたことにある。西側諸国がこのように 3M54 カリブル巡航ミサイルの性能を捉えていた要因は、同ミサイルの輸出バージョンの射程距離がおよそ 300km ほどだったことに起因していたが、これは、後に誤っていたことが判明する。それは、2015年のシリア内戦時に、ロシア海軍のカスピ艦隊に所属する艦艇が、同海からシリアに向けて、3M54 カリブル巡航ミサイルの本国仕様を発射したことで明らかとなり、優に、およそ 1500km を超える距離への攻撃が実施された。これによって、本国仕様の 3M54 カリブル巡航ミサイルは、少なくとも、およそ 2000km 以上の射程距離を有しており、輸出仕様は、意図的に性能を制限するため、先に挙げたような短い射程距離だったと判明するに至った。また、射程距離に止まらず、本国仕様の 3M54 カリブル巡航ミサイルは、アメリカのトマホーク巡航ミサイルらと同様に、敵の防空網を回避するため、低高度で地上の地形を追従する機能も備えていることも、同時に理解された。この2022年や2023年に、日本海で軍事演習に用いられた 3M54 カリブル巡航ミサイルは、こうした艦艇搭載型ではなく、潜水艦からの発射であったため、それらの主兵装である533mm 魚雷発射艦から運用される形式のものだ。この潜水艦の魚雷発射艦から運用されるタイプの 3M54 カリブル巡航ミサイルもまた、2015年のシリア内戦時に、ロシア黒海艦隊のキロ型潜水艦によって、地中海から同国に撃ち込まれ、少なくとも 670km を超える射程距離が確認された。今回の日本海における軍事演習において潜水艦から発射された 3M54 カリブル巡航ミサイルは、ロシア側の発表によれば、およそ 1000km 先の海上の標的に命中したとされ、射程距離は優に及ばず、その精度にも、注目が集まっている。このように、日本海において、3M54 カリブル巡航ミサイルの発射を行った潜水艦は、いずれも、ロシア海軍の太平洋艦隊に所属するキロ型で、2022年11月が、ペトロパブロフスク・カムチャツキー。2023年3月がマガダンとされている。ペトロパブロフスク・カムチャツキー、マガダンは、共に、キロ型の中でも、最新鋭の636型と呼称されている潜水艦であり、もともとは、ロシアの沿岸部で、敵の潜水艦に対する、哨戒任務を行う目的で、1982年から、
配備が始まった艦艇である。そのため、広型潜水艦は、強敵には、お世辞にも基本設計が新しいとは言えない艦艇ではあるが、通常動力型のディーゼルエレクトリック方式で、静粛性に優れ、今も、新造艦の建造が継続されていることからも、評価は低くはない。広型は、2023年現在でも、本国のロシアで20隻が就役中止めされているほか、中国に12隻、インドに9隻、ベトナムに6隻、アルジェリアに4隻など複数の国にも輸出され、合計ではこれまでに59隻が建造されている。広型潜水艦は最大のもので、水上排水量が2350トン、水中排水量が3950トン、全長が 74.0 メートル、喫水が 6.5 メートルと、海上自衛隊の、そう、流型や太平型に比べても小型だが、3M54 カリブル巡航ミサイル等による汎用性の高さがポイントである。前述した広型潜水艦の中国やインドなどの調達国以外でも、一時期は韓国がドイツから214型潜水艦の導入を決定するまでに候補国に数えられたこともあり、彼の国の複雑な政治状況も改めて感じさせられる。